皆様こんにちは。大紀元ニュースです。共産党体制の国家による核の技術利用は常に不安視されています。日本は日中友好の名のもとに半世紀にわたって中国の様々な技術開発に協力してきました。この中には核エネルギー開発も含まれています。政府が日本学術会議の審会員候補6人を任命しなかった事案をめぐり、 共産党機関紙新聞赤旗を含む一部の日本マスメディアによる菅政権に対する批判的な報道が続いています同時に学術会議のこれまでの言論や姿勢にもスポットが当てられています日本学術会議は創設以来中国に傾斜しています戦争科学に絶対に関わらないとする最初の声明から5年後の1955年 中国科学院から法日団を迎え入れ、翌56年には訪中団を派遣しましたその訪中団の参加者の一人で日本学術会議会長や東京大学総長を歴任した加谷清司氏は日中友好協会とともに1977年日中科学技術交流協会を設立しました。日中科学技術交流協会は、 科学技術者の交流を通じて日中友好親善に資することを設立趣旨としていますまた科学技術者の訪中訪日事業を行い中国人留学生を迎えるなどして情報提供紹介推薦斡旋などの支援を行っています日中科学技術交流協会は1980年代には会員が400人以上参助企業は140社に上るも 近年は会員の高齢化と新規会員が増えないことで2019年には役員13人、会員55人、産女企業は2社にまで衰退しましたしかし役員は聖火大学商兵教授や中国科学院金属研究所など中国学術機関に身を置く日本の知識層が名を連ねます日本と中国の原子力技術の協力の歴史は80年代に始まっています 日本原子力協会が中心となって核兵器国である中国に対して、国際協力を通じて核不拡散体制への理解を働きかけ、平和利用分野における協力のために、1985年、両国政府は日中原子力協力協定を締結しています。この日中原子力協力協定に基づき、日中科学技術交流協会は、1994年から現在まで核エネルギー、核分裂、 核融合の研究協力をしていますこのことは2019年10月18日に発表した日中技術者交流に関すする講演資料で説明さされていますさらに中国原発最大手中国工学集団が独自開発したと主張する第三世代原子炉「カリ竜1」については「日中科学技術交流協会は原子力発電の技術発展に協力」と明記しています。 日本側の協力について中国側はほとんど伝えていません中国広角集団が建設した原子力発電所は22基に及び生み出す発電容量は24.3ギガワットと世界第3位です現行の建設計画ベースならば2030年頃にもアメリカを抜き世界一の原発大国となる見通しですしかし中国共産党体制により扱われる核エネルギー技術について 安全保障専門家からは問題視すする声が上が上っています日本の政策シンクタンク日本国際問題研究所が2016年にまとめた「日本の資源外交とエネルギー協力で」で一橋大学の秋山信正氏は「中国やロシアは国家主導型のビジネスを展開しそこに彼らの安全保障的視点からの利害を絡めている。 これらの国が原子力安全や核セキュリティ核不拡散という面で受け入れ国側のキャパシティをどの程度考えまたその育成に関与していくのか懸念が持たれると書いています。アメリカ・ワシントン拠点のシンクタンクアメリカン・カウンシル・フォー・キャピタル・フォーメーションは2017年1月中国の民生用原子力計画の台頭と アメリカの国営系の影響と題した報告書を発表しましたこの中で中国は原子力技術移転に関する国際条約や協定に参加していますが中国の企業や個人は常に規則を遵守しているわけではないとコンプライアンス問題を指摘していますさらに原子力技術が非民間の秘密作戦に使用される可能性もあるとし中国の核技術開発市場が グローバル化すれればイラン・ン北朝鮮・パキスタンなどのの懸念国に暗幕の下で技術がが渡る恐れがある恐あと書いていますシンガポール国立大学エネルギー研究所のフィリップ・アンドリューズ・スピード氏は2020年3月中国における原子力のガバナンスに関する論文で中国の重工業の安全性の低さ深刻な事故を防止するための能力に問題があると指摘しています。 具体的には原子力エネルギーの安全とこれを管理する法律の一貫性のないこと、また原子力損害賠償責任を管理するための明確な法的根拠がないことなどを挙げています。こうした中国の原子力エネルギーの利用についての懸念に対応したのは近年のアメリカ・トランプ政権です。アメリカは2019年8月、カリュ1を製造した中国高角集団と その関連会社を実際的な金融リスト、エンティティリストに追加しました中国工学集団はすでに以前からアメリカエネルギー省により技術の窃盗容疑で訴追されていますアメリカ国内メディアによると金融リスト入りは中国共産党の軍民融合政策への対応とみられていますまた原子力空母、小型のモジュール原子炉 南シナ海に配置可能な浮上式原子力発電所の建設などへの関与についての懸念を背景にしていると報じています。日本原子力協会によれば、中国合格集団は、アメリカの金融リスト入りが決まる数ヶ月前の4月、視察団が訪日し、日本の技術者と直接交流を行っています。中国共産党は、科学の発展は生命線と位置づけて、 体制開始時から先進技術の開発に多く国力を注いできました。近年では軍事強国を目指し民間技術を軍事利用に取り込む軍民融合政策を2017年に発表しました。習近平主席が中央軍民融合発展委員会の主任として政策を主導しています。軍民融合について令和元年2019年防衛白書には 中国軍が入手した先進技術は、生産段階から徴用念頭に置いた民生品の標準化を行うことで効果的な徴用が可能となるとして、軍民融合が中国軍の作戦遂行能力の向上につながると書いています。中国共産党の軍事発展に詳しいアメリカ海軍大学の吉原常俊助教授は、8月4日のオンラインセミナーで、 海外に設置された中国友好協会のメンバーは中国共産党の高官と定期的に接触していると述べました。また協会は親中派の現地有力者を集めるためのプラットフォームになっているということです。友好協会は統一戦線部から工作の指導を受けているとの証拠もあると説明しました。中国共産党による大学企業研究所による 民間技術の利用は軍人と非軍人の境界を曖昧化させる新しい戦争スタイル超源戦の一つでもあります超源戦理論を考案した空軍将校2人は軍服を着用しない多数の非軍人が超源戦の鍵だと説いています日中科学技術交流協会が設立された1970年代当時発展途上国である中国に対して 先進国国の日本が技術協力することは両国から歓迎されましたしかし半世紀を経た今アメリカと対峙するレベルに国力をつけた共産党体制の中国は核エネルギーを含め先進技術と軍事力を使い日本を取り巻く安全保障環境を強引な手法で変化させようとしています実際当時の河野太郎防衛省は9月アメリカシンクタンク戦略国際問題研究所 CSIS の9月のオンライン討論で中国について日本にとって安全保障上の脅威と明言していますイギリスやアメリカ当局はすでに国内の学術技術組織が中国と協力協定を結ぶ場合透明性への審査強化・ルール遵守の厳格な要求を図っています日本当局も在日の友好団体や中国の技術研究組織と 関わる日本の学術機関に対して安全保障上のリスクの観点から関係を見直す必要が懸念されます。